ありがとう。ココアもありがとう。食塩さんありがとうございます。中村舞です。SKE さんとの合同ライブ、あ、今日そう放送でしたよ。見ましたか皆さん。見た？ハートありがとう。ありがとう。声出していこうぜ、声出していこうぜ。もう懐かしく感じるんだけど、とても素晴らしかったです。ありがとうございます。狼とブライド、じゃんじゃんじゃ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 ドゥ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 。歌って、狼とブライドあるのかな。なさそうじゃない。お決まりでやろう。え、狼とブライド、そう、お決まりでできるんですよ。もうポジションが、あの、2人とも別ポジを覚えてるんで、やったことはないんですけど、そのPR 舞台でおきちゃんがパセリとやってて、で、そう、私はもう一個のポジション覚えてるのでできますよ。できるっちゃできるんですよ。名前呼んでも知らんぷりするの。表面張力良かったよ。でもあの時はもうさやかりんとずっと延々してました。さやかりん延々ダンス曲や。神ありがとう、ライトありがとう。どのダーツ外したみたいで。衣装が新鮮だった。確かにめっちゃ楽しかった、あのライブ楽しかったけど、めちゃめちゃ覚えることが多くて、うわーってなってました。でもすごい、あの、めっちゃ楽しかった、あのライブ本当に。ブクコイでも表面張力できる。確かにやってたね。かわいいハート、ありがとう。今日後でカラオケやろうや。いいよ。そんなに歌えんかも、何曲かしか。そう、涙の表面張力ってね、めっちゃね、振り数が多いんですよ。振り数が多いから結構早くって、その曲自体もまあ早いんですけど、その中にさらにいっぱい振りが詰まってるから、もうすっごく機敏に踊らないとダメなんですよね。で、まあ、振りを まず入れてもらって、その後にもうさやかりんとね、それではまずは 50% で、あの何ですか、音源をそのめちゃめちゃ遅くして 50% で、てってれてててててれれれれれてってれてててててれれれれれてってれぐらいから始まって、じゃあ次 60% でっていうような感じで、徐々に速くしてって、そうじゃあ次 70% でってやりながら練習した。めっちゃゆっくりをどんどんもう慣れさせて早くやってました。そう、
そう、さやかりんとね、でめっちゃ踊った。そんなイントロだっけ。 そうだよ、そんなイントロだよ。頭サビから入るな。ギリギリさよならが言えないよ。ありがとう。個人的にはね、声出していこうぜがすごい楽しかったですね。あの全体曲の 2曲目、頭、え、じゃあ2曲目じゃないね、3曲目か。めっちゃ楽しかった。え、違うわよ、2曲目、あ、3曲目、あ、ちょっとわからんくなってきた。何曲目やっけ。振りも可愛いの。初見さんありがとう。中村舞です。愛媛県出身です。初めて聞いたけど楽しかった。いや、なんか私もあのライブするってなってから曲初めて聞いたの。声出していこうぜ。ありがとう。11曲よね、公演曲。チーム E、 そうなんだっけ、こうかな、チーム E。 We are team E。 K と似てる。 K はありがとう。そうよ、ちょっとあれ取ってくるわ。なんだっけ、イヤホン。またオオカミやって、オキちゃんとやりたい。聞こえて、ハート、神、ありがとう。めっちゃ結婚してもらう。本当に結婚してをいっぱいもらってる。ありがとう。求婚の日？そうなの？結婚してたわですかこれ。ありがとうございます。ありがとう。結婚してたわ。ありがとうございます。ありがとう。松さん、ありがとうございます。求婚していい日。そうなん？求婚タワー、ありがとう。今日は求婚の日だよ。何がどこがさ、語呂的にとかじゃないよね。ありがとう。ちょっとじゃあ書かせていただきます。呼び出します。そうなんだ、求婚の日。語呂ではないっぽい。うん。
ま、ねえ、なんか求婚されたことありますか？まいちゃん求婚したことはないわなんでや、なんであるんですか？あるわけないじゃないですか。なんで？やめてくださいよ。キラハートありがとう。求婚？お話し会で求婚、ありますねありますよ、ありますよ。でも嬉しい。オッケーしたの？オッケーしてないけど、いいえとも言ってないはい、何にも言わないよーん悪い女ってやめてください本当に。おきちゃん、私おきちゃんおきちゃんとおきちゃんとさ、何年か前にさ、フランスに行って結婚しようって言ってたよ。二人で話してたよ。私たちではフランスに行って結婚しようねって、将来はそんなことももうなくなってしまったんですけどありましたね。そんな時期もあったよねみたいな。なくなった。ハートありがとう。わけわいの結婚嬉しい。もう喧嘩しすぎてね、もうそれどころじゃありませんよ本当に。今はしてないですけどね。ビッグカップル？え？ありがとう。神ありがとう。ちょっと本当に、なんか難しい難しい話題老後は一緒に住むんよね。でも楽しそう。言ってみようかな。じゃあまあ70歳80歳ぐらいになってから LINE してみようかな一緒に住まんって。アイドルズみたい。確かにアイドルズこんな感じだったわ。なんか宿女になった4人はなんか一緒の家で
最後まで楽しく暮らしましたとさんみたいな終わりだったわ。料理担当はどっちな、いやもうどっちもウーバーウーバーしようぜ。今日何する？ありがとうございます。作って、でもなんか仮に起きちゃうとすんだら、なんか別の食事取りそう。おきちゃんと食事の好みがあんま合わないんですよね。だから私は今日これ食べるよみたいな。まいちゃん料理うまいの？いや、なんかもう生きるためにできる程度だよ。でもね、好きは好きなんで、料理するのは。なんか野菜切るとストレス発散。ちょっと待って、今何時？42分や。結構しゃべりやった。ごめんね、ありがとう。カレー作れるか？作れるよ。カレーはさ、なんかあれじゃない、家庭内で味が出そうじゃない？なんか別家庭の味みたいなのがありそう。野菜切るのってストレス発散になるの？なる。なんか切り心地のいい野菜、歌うの？なんか歌おうかな。2曲ぐらいしか歌えないんじゃない？隠し味1個も入れませんね。もう隠さない全部出しちゃう。丸出し系か、ね、なんかやめて、丸出し系とか言うの丸出し系？丸出し系カレー？まあそうだね、そういうことだよ。なんか好きな瞬間があってさ、こう見て何があるか分かんないけど、家のものとか野菜とか見て、うん、何が作れるかなって悩むのめっちゃ好きで、あ、これとこれでこれ作れるじゃんってなる瞬間が超好き。何歌うの？全然決めてない。何歌おうかな。カラオケ、オケカラ。オオカミあるかな。オオカミとプライドないわ。オオカミなかった。表面張力、ちょっと待って、やめてよ。表面張力めっちゃ滑舌悪くて歌えんかも。なんか
なんかの歌詞めっちゃね苦戦したんよね。公演曲少ない、まあそうよね。12秒いいじゃん。彼女になれますか？一時期毎日歌ってたやつやん。ちょっとどうしようかな。テトラポットに寄せて返す波音、うんうんうん、彼女になりますか？彼女、彼女ってめっちゃくる。彼女になりますか？いいね。じゃあトントンでもしようかな。え、久しぶりに歌うんじゃけど歌えるかな。あああああ、こんな日が来るなんて思わなかった。憧れてた先輩から不意に声をかけられた。私の名前知ってたことびっくりしちゃう。バスケットのインターハイ応援に来てと周り
へ。暑い、暑くて暑くて。なんか見えた。ちょ、タンスがあるんですよ、こっち。よいしょ。もう一曲歌おう。もう一曲歌って終わろう。ありがとう。あ、ちょっと。神様歌えない。え、神様入っとったよね。いや、神様ちょっと練習せんと。私歌ったことない、神様。コールがあるやつね。ハートありがとう。キラキラもありがとう。瀬戸内の妹？え、旧婚だから今日。笑顔のチャンス。人間関係、人間関係っていうのあれやな、おもろいな。なんか人間関係で始まるけれども、人間関係って。え、どうしよう、どうしようかな。瀬戸内の妹、人間関係、笑顔のチャンス。選べん。人間関係歌う？この海。え？人間関係は、僕はこの海を眺めているですね。似合う、間に合う。え、なんか、ちょっと緊張してきた。でも、これさ、頭出だしから入るよね。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって喧騒が溢れた後としても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じしまう。潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた。国道の坂を登れば戻してくる。人生であと何回この海を眺めるだろう。自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。そう、誰かに打ち明けられればいいけど、なぜだろう、恥ずかしかったんだ。こんな風に自信のない心さらけ出すこと、生きるって息苦しいね。
フルで歌うことないとじゃないや、全部さ歌詞さ歌割りとかしか歌わんけさ、なんか結構文字多いね瀬戸内 PR 舞台の曲ってなんか文字が多いイメージあるわ。笑顔のチャンスも文字多くない58? ちょっと待って、もう59。おマジや、ほんまや、結婚してありがとう。待てね、元町さん、青さん、マクアロンさん、ビタミンさん、きなぺこさん、ゴールドシップさん、松さん、ようちゃんさん、はじさん、まいちゃんめっちゃ歌うまいし、かわいしく、まいちゃん大好きなコーラさん、おさんずさむさん、くまねパパさん、イコールさん、ありがとうございます。復活祭？私？大丈夫よ、元気よ、ありがとう。喉？大丈夫。皆さん見てくださってありがとうございました。おやすみなさいませ。